Thank you.
った時にチーズのっけて食パン、うん、高級パン、これだけでいくらで、
できるよ。つまみ食いした。できました。できましたよ、おいしいやつが。なんだよ。できた。大統領は英語部隊を干渉するために自分の上に発表したことは知っているよね。何でも耳にたこばれきくらい聞いた話だからね。どちらは発表されているために自分の上に
しに活気がどんどん始まってしまっているんだろうな。とにかく手を振って集めているみたいね。かなり慌てて人を集めて天井を打開したいって感じだよね。だがウクライナがもうすでに国の手にタッチしているみたいだな。このロシアの動員を間に合わない可能性もあるんだぜ。そりゃウクライナも今だこう来たからおとなしくロシアの動員を待っている必要があるよね。それで動員の背景と予想される戦争の展開について考えてみようか。よろしく頼むね。ここ最近は大きな動きが起こったから、先日ではまだ詳細が明らかになっていないから詳しいところは何も言えないんだが、先日の飛び出すとこういう前日だったのは疑いようがないな。最終奪還は今回序盤の結果だったわね。8点前線までの追加点を取り残り、最後を抑えていたとは思い出していたのね。作戦の最初に行ったのはロシア軍が暗記の炭鉱に攻撃した第一次世界大戦時のような弾道を鍛えとった大の陣地の突破だったんだ。ロシア軍の防衛をまでは破らないことこれを制御したのは、戦況を中心とした高部隊による攻撃だったとする見方もあるんだが、ただ、別の方法だったんじゃないかという話も出てきているんだ。別の方法？まあ確かに、総合部隊の防御陣地を突破したのは、ハルキウ方面にあった戦況を集中させていたからだと思われるんだが、その後の軌道は、タイヤを装備した後輪車が中心だった可能性が高そうなんだ。戦場で防御を突破したのは間違いなさそうだけど、でもどうしてその後は後輪車を使ったってわかるの？戦時が旧ソ連が開発した歩兵戦闘車 BMP のような無限軌道を装備した航空車で積んだにしては、ウクライナ軍の軌道は速すぎるんだ。戦車もまだか見えない速度で進んでいたってことね。その可能性が高いってことだな。ウクライナ軍が装備する T-72 戦車でも、時速60分を超える速度を出すことはできるんだが、本気車両での軌道の速度が遅いのは、車両自体の最高速度とはまた違った話になるんだ。最高速度だけでなくて、実際とはこんなスピードでは進めないってこと？本気車両の軌道、特による追加速度が下方向での長距離軌道だと、機体を中心とした足回りのトラブルは避けられないんだ。機体が滑ってしまうこともあれば、機体が外れてしまうことごとも珍しいことでない。なるほど、最高速度でずっと進められるわけじゃないわよね。もちろん、何のトラブルもなかった可能性もではないけどね。でも、可能性としては、こういう車を使った方が現実的ってことね。どういうことだな。2015年に行われた陸上自衛隊の総合火力演習でもな、徹底的に整備されたはずの重機、電車の機体が外れてしまって、電車回収車によって減塩できる状態になるまでかなりの時間がかかってしまったんだ。演習の工場が終了してから、その自身電池の準備が始まっても、まだその場から動くことができなかったって話だぜ。自衛隊が万全を期しているのを取ることなんだね。それは確かに、ウクライナ軍がそんな程度かとは思えないから、そういう車を使った方が自然そうね。ウクライナ軍の電車が1台もトラブルが発生しなかったかも考えにくいし、走れなくなった電車を降りて進むのもちょっと長そうだしね。さっきの陸上自衛隊の件では、機体を取り付けて自力走行が可能になるまでわからぬ時間が必要だったみたいだぜ。こういうことがあるから、自衛隊では訓練として電車の耐久レースを行うことや、ピストン砲を利用した長距離走訓練などが実施されているんだぜ。この時に大事なのは、発生するトラブルをどれだけ迅速に解決するかなんだ。トラブル自体は本当に珍しいものじゃないんだ。むしろ、トラブルが起きた時に回避対応することが大事なんだね。まあ、この件に限らないんだが、どんなことでも予定していないトラブルは起こるものだからな。トラブルが燃えるように進めるのももちろん大切なんだが、もしも起こった時にどう対処するかが大事なことだと思うぜ。絶対にトラブルが起きないことを見せて思っているのに、うまくいかないものよね。ちょっと、話を元に戻すぜ。トラブルが解消できない時には、さっきの意味が言っていたように、トラブルが起きた車両を残して、その車両は転向することになるんだが、残された車両は格好の獲物になってしまうからな。対応して追いつこうとしても、その間に見つかってしまったら何もできなくて危険すぎるわね。それに、残された車両を相手に使われる可能性もあるからな。一台だけならばいいのかもしれないが、そうやって問題を追いていくことになったら、ウクライナ軍の戦力が減るのと同時に、ロシア軍が補強されてしまうこともないからな。確かに、これは注意しかないよね。でも、最初の話はどこかで聞いたような気がするんだけど、ロシア軍の戦力がウクライナ軍に多く使われているってことだね。ウクライナ軍が補強できたのに、こういうことが起きているんだね。またその話だわ。なんでレオチアラシに来てくれていたかはね、もちろん、
分には不向きなんだ。差があるからね、美味しいと美味しいの肉も同じところで取ってます。I'm not going to be able to do that.
投入されている可能な長野自動車の分布な動員制を大量に投入しても、それが決定的なものになるかは完成思えないだが、最近のこのよ、さまらの運命は変えられぬは、繰り返しになれば、自慢が起きればロシア軍や、その周りの人は出やすくするだろうからな、ここは早いところ今の奪還。何事なのか、今入ってきたニュースによると、2万戦績はウクライナ軍によって奪還が完了したらしい。ヨシは、ついに奪還してやったと、アラミン人物たちもご承諾だね。ロシアの時だけを何とか受けようとも、どんな策を用いようとも、そして何をしようとも、偉大なる地図対抗の末裔たちは負けないのだ。分かったか、ご主のロシアか、お前ら奪還でもくっかけ。2万戦略のニュースは普通から出ているので、おそらく事実だと思うぜ。今頃プーチン君と、この時の貴様はどんな顔しているのかしらね。しかし、併合発表の翌日に、その併合した場所が月を迎えるとは、こんなプーチン君は無敵の男やで。その運勢は世界一の男やで。例のロシア軍が、地面から撤退した頃の様子の動画が、SNS に上がってきたか、噂でも悲惨な動画だね。とても心も覚えられないんだぜ。やっぱりほとんどのロシア軍兵士は、この時に逃げたのかしらね。あの早さでの制約だからな、おそらく残っていたのはこれなかった可能性があるな。今後のために、一人でも一歩化したいところよね。しかしこれって、本当に共にもロシア兵が溶けただろうな。溶けた鍵を発表したら、どっとして過去最高になるのかもな。これで共演兵は、本当に幸福の夫らに電話した方がいいかもね。そうだな、あの連中のことだから、もっとひどい兄様になると思うしな。そういえば動員兵のことで、少し面白い情報が入ってきているな。面白い情報、何があったのかしら。動員兵が集められて、いつで移動していたんだか、その様子を動画に収めていたんだな。バスの中では宴会になっており、みんな楽しそうに酒を飲んでいたみたいだ。まあ、ロシア人と言ったらお酒が飲むね。みんなかなりの量の酒を飲んでおり、バスの通路にも酒が置かれている、なんともすごい光景だったんだが、みんなお酒を飲みすぎたせいで、こうなっちゃったんだぜ。なんともロシアっぽい終わり方のことで、でもなんでこうなったのかしら。さあ、なんでだろうな、運転手も一緒に飲んでしまったのか、それとも酔いすぎて、運転の怪我をしてしまったのか、紫を飲むのはほどほどにつくことだろうな。正しいロシア人はまさく、こんな連中が戦場にやってきたのならば、一体何が起こるのか、もう簡単に想像がついてしまうんだぜ。ただただ溶けてなくなるだけで、このようなことにも注意をして、引き続きのくらいの情勢に関しては観察をしているぜ。クレムリンの連中は、酒でも飲んで前日と聞いたらどうでしょうか。ということで、今回はここまで。この動画を気に入ってくれたのなら、高評価、チャンネル登録をお願いします。次の動画まで、ゆっくり。オープンしようと思ったら緊急事態延長、このままでは
もう1年以上だ。もう何もできてない。しかも、トンネルの世代で夕焼けなんじゃ毎日見てました。オールナイト10歳、はい、そしたら黄金世代ですから。オールナイト日本も聞いてました。嵐のマッチョマン、潮見なくても全部歌えます。嵐のマッチョマンだって踊れるんだよ。今日もフリーペーパーの取材で16時から行きますってことではなくて、それいきなり行ったら、スナックを持ってありますね。スナック飲んでて、すごかったんですよ。
そういうの飲みるね。柿フライ、豆腐ステーキ、揚げ出し豆腐がありますね。めっちゃわかんない。これはダメですよ。機械の関係は機械の関係やってないけど、本当さんのこと知らないじゃん、みんな。知ってるか。どういうところが飛んでるところがあるの？僕も、あれですよ、オールナイトビューから。一回夕焼けなんじゃないか。本当に、はい、どこを買ったのかな、はい、中学2年生。何曜日？火曜日、水曜日、あれ違う、月曜日、タイマー出るもんじゃないよって言ったの。だから、高校10年抜け出して。あら、そっか。はい。これは大体、どこ？ここは東中上か中上。あ、なるほど。中上が、あ、で、ちょうど高上が10分ぐらい、東中上が7分ぐらいです。そうなんですよ。なので、お前とかあれあないの？ほぼほぼ常連さんで、あの辺住んでる人が、はい、そうですね。で、たまにおしんさん、この間、はい、おしんさん、びっくりしたんですよ。びっくりした。一人で入ってられて、で、あの、なわけねえだって、一人ですよね。で、うちのお客様は、一時カウンター全部が女性の時があるんですよ。おお、はい、女性ってまる。女性っていうのはもちろん年齢層。それは金を金にならないですよ。いや、違いますね。金は大体ね、日本の方が日本語がバスイズですよ。まあ、まあ、それも、あ、じゃあ、ここにずらっと回す女性人はみんな金にならない。いや、それは違いますね。それはないです。味だしか。いや、いいと思うよ。安い。2000円くらいベロベロ食べる。2000円でベロベロぐらい。1000円は無理だと思って。はい。成功者だと2000円くらい。そうですね。ああ、そっか。無理無理だ。それで俺どっか言うかな。もう気づかなかった。気づかなかった。朝、次は朝までお付き合いよろしくお願いしますって言われて。え、誰？無理無理。お酒強いんですよ。酒飲むと。あ、ロケハンガーです。いや、大丈夫なんですよ。生ビールと生ビールとあとはね、ボジョレ。ボジョレ？ボジョレは不動産者とかも。はい。はい。やろ。あ、私負けんだろ。あいつ。あ、すいません、私がクイーンよ。ギグの店じゃ私はクイーンよ。この野郎。ここは開く前は何やろ。僕、二刀流で、今は何年ですか。今はストライクか。何や。製造業です。医療費とか、何もそうです。お、どうぞ。でさ、この、はい、ちょっと、第3位。Thank you.
頑張った、高橋さん。ありがとうございます。すっげえ嬉しいです。ちょっとまあ、本当にドキドキしてますけど。何が今ドキドキしますか？いや、タカさんとあと、タカチャンネルズに出れるなんて、習ってもいなかったですからね。いやー、でも久しぶりだな。まさか、まだ1年半ですよ、うちの店。それなのに、ねえ、数ある、あの、応募者の中から5個選んでくれるなんて。なんで急に？いや、これなんで。これはですね、まあ、いろいろありまして、あの、僕、まあ、借金があって、なんか二刀流だったんですけど、ずっと、朝食が働いてたんですけど、会社の方も景気良くなかったので、ボーナスも高くなって、で、今日は少し買ってやってたんですね。ほんで、そしたら、僕の、まあ、友達が、俺が投資してやるとちょっと買える、自分の価値が高くて、最初は断ったんですけど、まあ、そこに行ってもらえるならばっていうことで、場所でも住まいやすいところを借りて始めたんですよ。学生の頃、ちょっと居酒屋でバイトしてたりとかしたんですけど、僕もともとホールだったんですけど、自分で言うのもなんですけど、行けばよかったんで。何で言ってんの？何でしょうね。喋るですね。喋るよかった。ね、何ですかね。わかりやすか。楽しみですよ。なるほど、ひらりとペンと思っておけ。最近ね、第二のひらりとペン、竹山さん使ってますからね。そばよ、そばよ。ほら、テレビが金をもらい、またくだらない話をワイドショーでしてる。そばよ、ええよ、ええよ、わっちゃねえ。いや、何出てくるんだろう。やっぱり、コロナ大変でした。でしたね。はい、すごかったです、ね。やっぱ緊急事態出てもやっぱり本来の姿に戻らないですね。戻ってないですね。はい、日曜日なんか売り上げ3000円ぐらいでしたし。これ日曜日開けるの？3000円でだから2人ぐらい出てないから。何でしたね。3000円で。どうするの？50円で今日。どう？あまり今後もそれは考えてないですね。違う。しないですね。はい。もう、深い、これもいい。そうですね。彼女的なものは必要ないな。これ、さっきの、もう、返すためってやって、この借金終わりました。じゃあ、ね、もう、キドルと何になるんですか？僕ですか？え、キドルったら何になりたい？それ、結婚はしたくない。さっきは無理にも返すと。はい。だけど、はい、今、キドルの働き、僕も働けて、なんか目標があるから働いてるね。イーグルだったですね。イーグル来ましたね。なかなかもう聞かなくなりますね。なかなか来ないです。若いやつ来ないですからね。イーグルは何？そうですね。目標がレクサスです。ああ、なんで？かっこいいですね。レクサス、ハイブリッド、レクサスのハイブリッドの LS。 あ、LS。走りですか？いやー、ガソリンもすごい食わないです、ね。今日朝起きて石橋さんが目の前に今日現れると思ってました？思ってなかったっすね。どんな雑誌なんだろうって朝やり取りしてたら、まだ新婚の雑誌で一生懸命あの早く決めて、で1月の後半には果たしたいことって言ってもらったんですよ。確認の衣装ついて場所の問題だ。そして地元の不動産の社長さんから補助でヌーボーを仕事が進めて、ヌーボーって言ってちょっとあれなんだ。仕事が進めて、仕事が進めてヌーボーで、ヌーボー、うちの協力店というか隣の隣の隣ぐらいにスナックユアンありましたね。あれ最高に人気のスナックなんですよ。かわいい子ユアンちゃん島では、これアクションもちょっと見てきた。もう見たいですね。ユアンちゃん、ユアンちゃん、ユアンちゃん、まだまだこれっていうか上手くて、あユアンっていう店のユアンちゃん。そうです。あら、娘の名前を付けたんです。あら、あら、綺麗な。それ結構かわいいですね。
可愛いんですか。めっちゃ可愛いです。あら、いいね。芸能人って写真見ます。お、行くんだ高橋さん。僕出前を頼んでるんですよ。あ、可愛い。あ、確かに。すげえ。おいら、バカバカ空いてる。誕生日のイベントやってて、はい、萌えちゃん。あ、このチョンで。キャッツ。こんなじゃ人気秋島では。大人気ですよ。あ、今。確かに。
歳。あ、本当だ。100円だからチューブ入れたよ。そうですね。スタッター。なるほど。ホントメンタイ。いやー、いやー、3連勝とはいかなかったですけど。でもうまいことはなかったですよ。2つよかったですね。よかったです。3つ目で、あ、違います。でもまあ、とにかく、そういった意味では、私とも人柄がいいんでね。いいですよ。普通に。え？だから、判断。ジャッジを。ジャッジメント。はい。頼むのはいいですか？はい。マッチョマン、はい、新学期上まで到達したら僕にマイケルします。どんどん早く僕のファンキーミュージック感じだよ。リクエストカードをよろしく。やらして。
死んだ、うん、知ってる、うん、死んでるらしいです。謝れよ。
て YouTube もあるんですか、うん、これ500人ぐらいしか見れない番組なんですけど、うん、YouTube だっちゃうんですよ、ね、今配信してるんですか。もうこれ生配信で、いや俺のカメラの前だから、俺のカメラの前だから。高橋さん元気だよ元気で、俺の番組だから。俺高ちゃん頑張ってる。高橋さん何言ってるんですか。え、配信タイガース、あ、それ配信タイガース佐藤君も言ったら、僕はあー、うまいな。竹山報道局という会員が今、高橋さんとゲストでいうとバッと増えたんですよ。今、500何人がいるんですけど、500何人しか見れないっていうんです。あれ？あ、そうなると、なんかね、なんか音声さんもね、引っ越しして、なんか、音声さんもなんかこういう説明してるのかなとか、音声さんじゃない、ディレクターの人。あ、そう、ディレクターの人っていっぱいで。あ、そうか、あ、そうか。ディレクター。意外とみんなね、テレビ屋さんの技術さんもみんなが買ったときに、あ、そうなんだ、そうなの、ね、これで持ってきた企画書だとね、はい、だからプロレスラーの人だとか、なんとかさんとか、アニメだとかってたくさん書いてあって、そういう人たちの人が、まあ、これに質問すると書いてあって、そうそう、これもね、だから、これで指示あるかなって欲しいとかでしょ、だから、そうそう、この間に、なんか書いてあるのかなって、なんかやってるのかなとか、一人やってるから、ゆうこさんに聞いたら、はい、いや、もう7時半から行ってんですよね。いや、ちょっと菅田さん、違う番組に一発見てますね。しばらく、もうポンコツだな。オープニング、ファインスマスやってるんだから、はい、下で待ってた。いやいや、もう7時半からやってるんですよ。なるほど。あ、じゃあ俺がちょっと、来なかったんで、みんなビクビクしてたんで。いや、一応8時ぐらいには来るんだよ。俺のカメラの前だから。それ YouTube でしょ、生配信だから。収録だと、収録じゃない、生配信でやる。どこですか。いや、どこですか、もう、大体感じませんか、そこで。大体、大体急いになるから、なんかさ。これってやってるんですか。そうですか、なんかこれ、この番組、手作りですよ、なんかね。手作りで。なんか、文化祭の喫茶店だよ。これ、高橋さん、大変なんですよ、このスタジオを。だから、BS テレビさんが、こういう風な番組面白いことやら貸してあげるって、これスタジオちょっと BS テレビさんのスタジオに入れて近いやん。うまい。でかい、うまいじゃないで、それでこのスタジオを貸してくれてて、でこの番組はどうやってできてるかっていうと、その500人ずつの方に言うんですけど、毎月5000円の会、見るための会費がいるんですよ。で、その皆様からのお金で制作してるんですよ。1000円で。いや、ほんで、もう皆さんも、あ、そうか。技術の会で、あと名前言わなくてもいいって言うから。水州です。あ、水州。水州を、角村さんが名門お願いして、名門有志でやってくれるんです。名門で言うと、名門ぐらい。名門水州だ。水州を取るなよ角村さん、有志でやってくれてんだから。水州。水州じゃないから。大社の名前ですよ。それが技術の名前ですよ。名門の技術だったんですよ。そうなんですよ。俺らこれ入ってて、入っちゃ本当はダメなんだよ。YouTube みんな見ちゃうだろ。これ500人しか見れない番組なんだから。言ってくんないから、もう。何キャンペーン撮ってるんですよ。高橋さんだから許されるようなもんですよ。で俺ら許可なしでやるから。いや、許可なしじゃダメよ。ちょっと許可取ってくんないと。いや、もう。じゃあ高橋さんお願いします。いや、帰っちゃうのかよ。撮るなら撮れよ。何変えようとしてるんだよ。でもね、見ていいのね、見ていいのね。見ていいのね。特別に高橋さんの7チャンネルも流してくれるのも全然わかりますよ。じゃあ、俺らいいよ。カメラの前に堂々とあるんですよ。タケフレックスって何ですか。タケフレックスってのは僕がやったところの名前です。これがタケフレックス。このタケフレックスでは配信のチームがやってるの、竹山報道局っていう番組の名前です。ネットフリックスからなんか言われない。だってまたネットフリックスじゃないですか。うちはタケフレックスです。でも言い方ないから、無線です。フリックスって、フリックスって名前はだって別に誰のものもないですよ。で、俺竹山だからかけて、ほんでは竹フリックスっていいんじゃないですかってみんなで言ってて、そしたらデザイン誰かこのパソコンパッとデザイン上がって作ってきたんで、おー、もうこんなにいいねって言われて。あれ、ネットフリックスはネットフリックスで、うちは竹フリックスちょっと別物ですよ。今回は、高田さん見に来てくれた、この放送禁止のやつと一緒で、ネットなんですけど、言わない、語らない、一切ネットの上げないっていうのをルール上でやってます。そういう出すの守ってくれてるんで、その中でもし裏切り者が出た場合はもう今の社会だけど、も
ねえか分かんないよ。加藤とかなんか来たって結構声が来たって吉本に来たし、だから400人が500人しか見てないからみんな言わないから、みんな話してくれるんですよ。へぇ、すげえ。かけるわけどこで大丈夫なんですか。いやでも一切物を作ってないんです。あ、そう。木梨さん、木梨さんは仕事終わりで頭がって、これ夜中の10時ぐらいだなって言って、後半バーって来て、ザブングの加藤がいたんですけど、ザブングの加藤にボディアタックして、それでわちゃわちゃ言って入りました。僕からいつも見てるみたいなんですけど、タキさんとタマさんは、両方一緒に、昼間フランスに行ってられるんですね。タキさんはエリナーだったんです。タキさんは今お休みしてるんで、タマさんも水曜日来てる。で来てくれて、タマさんとタクさんの場合は、ちょっと年末だったんで、今年起こったエンタメを語る、このニュースどうだ、あのニュースどうだ、で確かタクさん言うんだけど、タクさんもあいつはちょっとやってんじゃねえかとかやめろとか、すごい話してるな。まずタマさんが、タマさんのオープニングで小さなビニールに塩かなんか入れてきて、でタクさんにタキあるの。で、俺は何？いや、今日ね、あ、まずこれからちょっと一応ね、一応番組決まりがありまして、はい、正直皆さんギャラ払えないんですよ。だからギャラは、ちょっと置きます。はい、ギャラはドンペリ一本って決まってます。はい、これ番組からドンペリ一本でギャラをしていきます。はい、どうぞ。ほんで、それを今日一応本当に申し訳ないですけど、文化ギャラですってことなんですね、この番組。あ、でも、はい、白はドンペリじゃないんですよ。いやいや、白しか買えないんですよ。白しか買えないんですよ、ちょっと。1台は皆さんのおかげですから、そうなんですけど、石田洋子という番組さんは、はい、白のドンペリをもらうと、はい、シャンプーもらっちゃったそうですか、ね、いろいや、そしたら今日偶然なんですけど、この会員の中でコンサルですよ、確か、ね、コンサルやってる早川さんとおじさんがいて、まあ、おじさん大好きで、で、深井さんも大好きで、よくわかんないけど、俺のこれものすごく協力してくれるし、もう高明さんとかと写真撮れるんだったら100万って言ったんですよ、前。何十万払って写真撮れるんだったら撮りたいですっていうぐらいのおじさんがいるんですよ。その古川さんが、このポケットリップのこの12の方にですね、どんべりをね、渡したい。でも、いやいや、いいですよ。それはもう個人のあれは大丈夫です。いや、もうどうしても渡したいから渡してくれないからって送ってきたんですよ。で、まあ、会員の人でお世話になってるし、たくさんあるからということで、それを持ってきまして。そのドンペリは、この色がついてます。あら、はい、これ色がついてるらしいです。あ、とってもくっついてます。手がまた後で読んでいただけると、まだ我々たちは読んでないんです。これは、これが、今日のギャラ。はい。それが、ギャラじゃないですよ。それファンの方からプレゼントと思って。色付きです。はい、ピンクですね。はい、色がついてないやつはちょっとギャラで持ってないといけないんですけど。じゃあ、色がついてます。あ、本当だ。色付きで。それは、ね、ファンの方から色付きが来たんですけど、番組からは色なしで。なんでマットさん持ってんの高木さん許可があったらいいよ。飲めないマット。ああ、そうです。飲めないのに。じゃあ、ありがとうございます。ありがとうございます。これ、早川さん。早川さん、ありがとうございます。いただきます。いやいや。じゃあ、竹山君、いや、帰っちゃダメだ。早く食べ。どうせもらいに行ったんじゃないのか。ありがとうじゃないって、何自然に変えようとしてるいや、一生飯食ってもらうじゃないんですよ。まだダメですよ。それだけにドロップキックした感想でしょ。いや、それでももうちょっといましたから。ちょっと、ね、一応ね、これ一応置いておきますね。今日、いや、高木さん話さなきゃいけない話だってね。はい、違うんですけど、スタッフだね。はい、結構ね、高木さん来るってことでまた舞い上がって、今度よ、そんなの世代終わるんですよ。はい、で、フルアのこのシーバック総合演出の違うんです。はい、すっごい迫力だね。前、病気になってた。そう、でも
本気で。なんか、こんなの治りました。あれじゃなくて、いや、作りみたいな。すっげえ迫力だ。いろんなところに商売室がやってるんですよ、実は。実は我々が息子ので。どうも。あ、過去、リンカーンっていう番組。もう、いや、あれの商売室。はい。もう、素晴らしいじゃん。ネタはあれですか？終わりです。
素人ですもん。いや、そりゃそうだけど。一生面倒見てやるって別れずぐらいクビになっちゃった。あ、なるほど。それであの子の前さ、情熱大陸に出てくるあの公園でブランコ乗りやった。あ、そこでね。か。あ、そこでですか。いや、一回やめないじゃないですか。それはね、その時に振り付けをしてくれていた小野先生、小野先生、あの、お前ら、やっぱこういうとこじゃ無理だよな、若い子。お店のグループ店で、その新宿で若者向けのショーパーがあるから、そこ行け、そこ紹介してたらそこ行け、その子がグループだったから、そこ行ったら客は若いって、バカンバカン、それはこうです。そうし、今度は単独のお店のあれしますから、バカンバカンって、じゃあもう一回再挑戦するか、再挑戦するか。これどうする？あ、お笑いをやるか。お笑いしたか。あ、それでお笑いしたかももう一回受けようかったら。半年、一年ぐらいだな。それで、チャレンジした。ちょっと、休止ぐらい。あ、なんとかなるかな。普通、2回目でプロとして受けたことですよね、あれ。でも、そこからまたちょっと売れなかった。ちょっと、トンネルさ、売れてない時期っていくつなんですか。ああ10そのステージだったのは、これ10月生まれだから、そのステージだったら本当にギャラをもらったと知って、ちょうど1980年10月、それが19歳、はい、10巻で、20歳、21、22、23くらいかが、オールナイトフジのレギュラー。それで、胸の富士になったり、なんかの3時ぐらい、富士とか、あんまり時間確定的じゃない時間に、変な2人組が出てくるようになって、なんかじわ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 って、一気になって、カメラ担当して、それでも次の年ぐらいから、ファンディッチやって。オールナイト富士を決まった時って、高さん、どんな気持ちだったの？暴れてやるぞ。戦略的にやってたのか、それか、その、いや、もう、なんかこの、なんか、俺とか結構、わーっと、ポンポンと思ってる時、やる気だったの。もう、どうせ売れねえからやる時、わーってやってやるけど、本気で思ってやってるのか、どんな気持ちで臨んでたのか。いや、本当に、まあ、こういう空間ばかりですか、あれは。俺らね、そのね、俺らね、ちょっと、ちょっと、港さんが、なったか分かるところだって、みなさんと相性がよくて、みなさん、ディレクター4人いて、みなさんだけ使ってくれたの。みなさん、普通に出てる位置出るかなと思うんですよ。4人ディレクター制で、みなさん、一番若いディレクター、うん。ディレクター、それまだ木本さんが紹介してくれたんだけど、みなさん。で、みなさん、いや、何回か使ってくれて、当時ね、オールナイトルーツの女子大生って、芸人殺しって言われてるぐらい、みんな芸人来ても、誰でも笑わないの。いや、そうあれです。ああ、だから俺たちは世代がほぼ同じだから、バカンバカン売れてた。それで、レギュラーで毎週使おうっていう話になったときに、俺ら前の事務所をやめようっていう話。若いより。うん、20。そう。桜井翔。ビールでも買うか、ビール飲んでた。ビール飲んでた。
違うから、ビールでもなんだ。でも、半年も決まってないでしょ、オールナイトフジテレビ。いやいや、それはオールナイトフジテレビ。絶対じゃあ、お前、半年待つ。あ、それがあったのか。はい。だからって思われますよ。うん。で、俺、親父とも約束で、4年しかやっちゃダメだぞ、うん、って言われてて。大学行ったつもりの4年間やってダメだったらやめろって言うんですよ。そっからは人生もう一回やり直せる。ただ、それの年の3月に、本当大学生だった。卒業なの。で、親父二十歳の時死んじゃった。ああ。その約束は。今年の3月だろう、正月に。だけど、どうしようかって思ったけど、そうだ。え、その年の6月に、オールナイトフジのメインが決まったから、7月か。7月に決まってたから、あと半年、そうだ。留年、親父1年しちゃったってこと。ああ、卒業できなかった。しちゃった、親父って言って、あと1年だけ頑張る。7月にレギュラーになって、もう当時はもう前の事務所の社長も戦略家だったから、髪の毛も持ってツンツンにして、この顔とか、体を動かして、初めての、初めてできたんですよ、軽工職、なんだろう、軽ファクトリーとか、だから、わけわかんないときで、なんだこいつらみたいな、そういう、こう、わけわかんないわ、若いやつが出てきたみたいなコンセプトで。あれはじゃあもう衣装とかも全部話し合ってこれで行こうって決まった売り方だったんですか？それがハマった。あ、やり方もですね。高木さんみたいなおやまやみたいな感じで行く。そんなじゃあ、ね、それで行こうぜ。それは本当にあの必ずあのオールナイトフジの女子大生が大人女子大学になったらです。日本女子大になったらです。ペース女子大なんとかですって必ず言うから、俺たちは必ず高卒のトンネルに住んでるんですよ。高卒のトンネルに住んでるんですよ。そうでした。それに我々も食いついたわけですよ。すげえ教えなと思ったわけで。高卒。いや、そうですね。でしょ、たくさんいたけど、俺たちは、たくさんやってる。もうだって、全部トンネルズ4はないってよく言われてるんですけど、結局、やっぱ俺とかの世代も、高田さんも10個下ですけど、やっぱり出てくるときに、出てきて自分がバックテレビ行ってらっしゃるときに、やっぱ頭の中にはトンネルズさんがあるから、あのように暴れたいと思うから、暴れ方違うけど、わーいって言うわけですよ。でもそれはトンネルズさんの見よう見まねなんですよ。切れてるってだけで。トンネルズ4は結局誰も出てない。そういうことはない。いや、トンネルズみたいなコンビがもうお笑いでも出ない。なんちゃってましょ、本当にそう言ってるじゃん。お笑いって言っていいのは何だろう。いつもずっと思うんだけど、みんなの若い人たちもいろんなこと言うと、うめえなとか思うし、なんとか思うけど、そんなことやらないんだ。俺たち、23歳の時、かっこいいな。でもそっか、テレビで本日とか、あと何とかで言っていいか、ライバルも今度やったから。それはもう作ってるんだけど、特にテレビはやっぱりトンネルさんが作ったのがすげえでっけえから、結局それ以上はなかなか売り出せない。あ、でも、お前とか、え、今日は朝日新聞なんかで、あのピコ太郎が青森から出てきて、それはトンネルさんになりそうですよ。トンネルさんになりたかった。トンネルさんを目標にしてきた。だからだって、あれ、俺はピコ太郎が何だと思うよ。いや、城も会ったことないんですよ。なんか前に、あの、森田さんのラジオに出てるんですよ。その時も聞いてたら、もう本当に同じこと言ってて、もうトンネルズがいて、俺はここにいるんだ。だから、竹山君とかもみんなトンネルさんに行ったらどういったらしてるけど、もう俺は腹立つでしょうがないトンネルズのこと大変よりも考えてるのは俺だって言ったんですよ。その後に俺、ラジオ聞いたら、やはりもう言えばよかった。でも俺、本当に、本当に思うんです。
今147で勝手に見るとすごいですね。これでも多分あっちまでリードで見ますから皆さん。今147。これだって一番下から芸能のまだ1ページ目ですよ。それ1ページを来たらあんまりそこ聞いたことないなと思ったんで、若手の頃、売れる前。いや、こっから面白いのに。これはあくまで前期。ということで、それでは、じゃあねー。